ちりちゃん、キャッチボールしてまずは言葉のキャッチボールからだね。さっき倉庫からこんなもの見つ、これそれは岩石だね。カス、どうしたん、グローブなんかしちゃって。キャッチボールしようと思ってさ。ボールは、うん、ボールはよいせ。どっちでもこの間トランプで爆発して。ミオちゃん、人生に必要な2つのことわかる？それを日々積み重ねてきた努力、信頼できる仲間、それと危機感だよ。うっざいな、今日水星列車シュッシュッシュ、急げ急げシュ。はい、そこの彼方、ご機嫌斜めの水星列車に乗ってみな。ご機嫌斜めなの？楽しそうに歌ってたのに。いつもご機嫌だと思うなよ。顔怖っ。とりあえず一回試して。どうぞ。うん、分かった。おい、それじゃあしっかり捕まって。水星列車発車。到着。どうだった？あまりの楽しさに焦点しちゃったみたいだね。お前は、私が使えば誰もが欲しいなんだよ。どういうこと？ババ抜きしよっか。